こんにちは。今日は UND という会社についてご紹介します。 MC は彩香でお送りします。まず UND の会社の説明なんですが、こちらの会社がですね、 CES2022 年に参加したことからこちらの説明を始めていきたいと思います。まず目の前にあるこちらのロボットの商品を紹介していくのですが、こちらですね、今、製品の必要性は4次産業革命の核心であるこちらの共同ロボットの方の説明なんですけど、こちらですね、一つのロボットがマルチたくさんのものを機能できるための多様ロボットがツールが必要で、ロボットのツールを自動で交換するそのようなものになっています。でこちら製品の説明なんですが、こちらですね、目の前にある製品たちなんですが、こちらたちが何をするかといえば、こちら世界初の完全無線ロボット自動通レンジャーTCW-1、 コンパクトサイズのともに超高速な性能を語る ATC オートマティックですね、である強力なパワーを持つマグネットロボットになっております。こちらなんですが、こちらの良いところが超高速、超強力、超簡単というふうになっておりますね。でこちらですね、既存のロボットの自動通レンジャーの特徴である有線空気圧線の高い光学複雑な総合システムを改善し、初のこちら目の前にあるように無線のロボットになっております。でこちらですね、ツールエンジャーの基本の機能だけではなく、ロボットで最も多く使用されるピック&フレース、移動工程のロボットマグネットグリッパーに拡大適用が可能で、差別化された性能と強力な価格競争にお客様に価格的な提供をしております。こちらですね、マグネットロボットなんですが、まず使い方を説明しますと、こちらですね、こちらの上に乗せていただきまして、こちらのボタンをですね、緑のものがオンになってます。でこちらでオンになりました。つながっております。こちらで離れないようになってます。でこちらの赤いボタンを押していただくとオフになっていて、すぐ離れるようになってます。こちら後ほど説明するんですけど、こちらのロボットのいいところが、今のようにオンオフがすごく簡単に、しかも高速でできるというのがこちらのロボットのいいところになっております。でこちらの方ですね、こちらの線がある方も同じくですね、同じようにこちら乗せていただいて、すぐに緑のボタンを押すとオンで離れないように、あ私がちょっと力を強くやりすぎて離れちゃいましたね。でこちらがオフになってますね。でこのようになっております。はい、で今から特徴を紹介していきたいんですけど、こちらのロボットをですね、世界共同のロボット1ユニバーサルロボットから認証を受けております。こちら認証を受けており大変良いロボットとなっております。でどのロボットとも、ね、交換可能ですので、 UR プラスというアプリにダウンロードしてすぐつなげていただけるというのがこちらのロボットのいいところになっております。で他にもですね、こちらですが企業に新しい便利さを提供するプラットフォームになっているんですけど、こちらのロボットがどこで使われているかというと、 ATC の無人化とか、あとはスマートファクトリー化のためのロボット自動ツールエンジャーに使われております。こちらですね、 MacPod の機能的な特徴なんですけど、先ほども言いましたように、こちらですね、オンとオフがすごく早いということと簡単ということですね。でこちら初のこちらですね、目の前に見ていただければ分かるように線がないように無線となっておりますですね。また製品が動作時に電気を全く必要としない永久磁着ような形になっていますので、そのために UPS のような無停電電池装置が必要ないようになっております。でこちらお客様のニーズに応えて、さまざまな形に合わせてカスタマイズできるようになってますので、目の前にあるようにさまざまな、こちらの小さい形とか、今は大きいもので説明したんですけど、さまざまな形にカスタマイズできるようになっているのがこちらの特徴になっております。でまたもっといいところがですね、悪条件下でもこちら影響がなく強い耐久性になっておりますので、安全に安心して長く使っていただけるようになっております。でこちらですね、 MacBot マグネチャーグリッパーなんですが、こちらはですね、重い荷物ですね、10キロ15キロ30 50 100キロと210キロなど全ての製造ロボットに合わせて適用可能な自動ツールシングルマグネットグリッパーになっております。でこちらですね、お客様のニーズに合わせてこちらもサイズをいろいろ変えれるようになってますので、重さ開発を量産しております。こちらマグネットロボット、マックロボットですね、すいません、マックロボットが適用可能なところはまた同じで、同じようにこちらの説明したように ATC とかいろいろなところでお客様のニーズに合わせていろんなところで使ってもらえるようになっております。
ちら本当にすごいですよね。でこちらですね、 UND なんですが、空前絶後の独歩的なスイッチングマグネット技術操作の会社になっております。でこちら従来のマグネット技術ではできないものをこちらが革新的にできるようになった会社ですので、ぜひ皆さんに興味を持っていただければ嬉しいかなって思います。以上、彩香でした。ありがとうございます。